吉田川は、岐阜県郡上市を流れる木曽川水系の河川で、木曽三川の長良川の支流である。1986年に、岐阜県の名水五十線に認定されている。岐阜県郡上市名宝と、高山市小川町の境である、江越だけない市、山中峠付近に源を発し、郡上市八幡田町有坂で長良川に交流する。 吉田川に沿って走る国道472号は、せせらぎ街道と呼ばれ、紅葉の名所である。支流には、紀量川、寒水川、犬、帝国、赤谷川、乙姫川、小田川などがある。愚上本染め、恋のぼりの寒ざらし大観の前後、愚上本染めで染められた鯉のぼりを、吉田川愚が橋の上流で冷たい川の水にさらす。冬の風物詩である。 吉田川の飛び込みは、吉田川に架か,かる新橋の欄干から飛び込む夏の風物である。1996年6月、吉田川の川遊びとして、環境庁により残したい日本の音風景100選に選ばれた。もともとは地元の小中学校、高校生が吉田川で川遊びをする際、近くの岩場から川への飛び込みをしたのが始まりというが、 いつの頃からは不明である。その中から土俵試しで新橋の欄間から吉田川へ飛び込むようになった。新橋からの飛び込みは地元の子供たちにとって栄誉なことであり、下級生には憧れの的である。子供たちにはルールがあり、初めて飛び込む子供には必ず上級生が付き添い、危険のないようにしているという。 やがて、地元の子供のみならず、地元以外の人も飛び込むようになり、全国的に有名なものとなった。この川の由来は、現在の九条市八幡田町発治め、吉田の小道山に城を築いて、住んだという吉田太島る左衛門の殻だという、ありがとうございます。